はい、リーダーです。ゴゴビジです。お願いします。今日も、はい、デビューさんのおさそうですね、本部になってますね。スパイク今日あー、いいっすね。いや、足元大事だよ。大事ですね。やっぱりさ、キリングやるって、はい、疲れない？疲れますよ。スーパーカー時代っていうのは、剣の位置を変えたりとかできてたの。おー、なるほど。今どういう事情になってるのか、俺も楽しみです。確かに昔とちょっと違いは絶対ありますもんね。全然違う、うん、俺らは川だったから。今もう川の使い方がないでしょ、ソウルは。ソウルも含めて、ちょっと選んでいきたいと思います。スパイクコーナーって、はい、来ましたね、スパイクの足元からおしゃれですね。おしゃれ、足元から野球はやっぱこうね、いろんな動きが入ってくるから足元って大事ですよ ね、 大事ですよね。売れ筋からちょっと聞かせてもらいましょうか、うん、はい、売れ筋第3位は、はい、アシックス。あー、アシックス、やっぱり、はい、どういうところが人気なんですか。やっぱり日本人の横幅の部分をすごくデータを持ってらっしゃるという部分で、うん、抜群にフィットがいいです。なるほど、はい。で、2位は、2位はニューバランス。ニューバランス人気あるんだ。ニューバランスって高校生って履けんの？高校生対応のモデルもある。これはどういうところだよ。一番の特徴は衝撃クッション材。今まで野球のスパイクって軽さを出すために後ろの部分と外側の部分の境目って何もなかったじゃないですか、はいはいはい、近年みんな筋トレして体重100キロ近くまでなってるじゃないですか、はい、そうすると足壊す方がほぼほぼなんですよ。あ、なるほど。メジャーリーガーの人たちがニューバランス3人に1人選んでるとかって言いますけど、はい、選んだ理由っていうのがここのクッション材ですね。軽くてクッションで、かつ踏み込んだ力を次にこう使えるような、外側の部分に刃を配置しているのでスパイクを全体的に使えるというか。俺ら6本だからそうすごい笑ったな1位は、1位は水尾さん。あー、やっぱもうどこ行っても強いですね。契約選手も多いのでプロの選手からもこうフィードバックを受けて、どういう風にすればかっていうのを回復するっていう部分ですごい長けてますよね。そう、会社によって全然剣の配置が違うよね。これ何なのこれ。これに関してはこの横の動きをしやすかったりするので、この部分が、ま、曲がるようになって。なるほど、なるほど。すごい。で、はいはい、走るだけじゃなくて横の動きもしなくちゃいけないので、ちょっと横に向いてる。あー、なるほど、ね、すごい。こっちは、まあ、全方向に動けるというか、うー、まあ、オールマイティに使っていただければ。いや、俺が剣をずらしてたっていうのはこういうあれ。前にって、前にってかかりがいい。こんなに選べるようになってんだ。進化してんな。すごいっすね。いや、これ雨もさ、染み込まないしさ。でも、あんまり前に剣がある人は一般的にはおすすめじゃないね。そういう言い方もあると思います。安定してるのはこういう方がいいかもな。はい、こう社会人向けのタイプはああいうふうにこうカラフルにいろいろ。あ、こっちですか。アディダスとかアンダーマー、ニューバランスはいろいろ。そうですよね、今。はい。あ、すごい、うわ、すごい。これが目立ちますよ、これ。これ何、どこ。アディダス。お、すごい。え、これもアディダスですか。ニューバランス。うわ、目立つな、これは。ビックリマンシールみたいな感じですね、これね。お前だったら何履きたい。そうっすね、自分はこれっすかね。これ一番軽いんで、ここに置いてます。俺だな、これだな。あ、それですか。お、これ裏見てきた。なぜですか。すごい、なんかビモノバーっていうのがついてます。これ、すごい強制しか行った方がいいね。歯ガタガタやね。歯並びじゃないね。でもこのおかげで、イチロー選手は早く走れてるって断言してるぐらい。でも俺、ミズノも履いたことあるし、アシックスもある、まあ、ニューブランスはギリギリ足は通したことある。これだけはないんだよ。よかったら、これで見てみて。歩いていただけるか。これ入らないから。これ 4.5 ぐらいでしょ。大体わかるから、みたいな。5.5 です。あ、5.5。え？あ、これ6.5ですよ。じゃあ、ちょっと歩いてみて。歩いてみて。前に行くような。おー、すごいね。まずアロマに見せてますよ。土踏まずのところから押される感じがする。すごい機能だね、これ。投げるとか打ったりするときにもう効果を発揮するんですよ、このバーが。なんでワードウィングっていう初動負荷理論っていう、イチロー選手がこうやってるじゃないですか。そういうふうなものにこう基づいてる、体のこうメカニズムとかに基づいていろいろ開発してるところなんですけど、まず第一に投げたりする動作って、はい、足元からこう力が入るじゃないですか、はい、母子球に力がグッて乗りすぎるのが良くないっていうメカニズムなんですね。で、このビモルバーがあることによって何が起きるかっていうと、この力が母子球にそのまま行くんではなくて外側を通して母子球に行きます。時間がちょっとゆとりが生まれるんですよ。ゆとりが生まれると関節っていうのがちょっと緩むので、関節を最大限に使える。で、母子球にドゥッて乗るともう体が力んでしまって体が動かなくなる。わかるわかる、はい、やっぱちょっとね、打つ感覚だよ。一番大事にしてたのは左のかかとをいかに緩く上がってくるかだから、こうやったらこう行きにくいもん。
いや、これはいいかもわかんないけど、前にかかるのがないんだね、これ。私もメーカーさんに質問したことがあるんですけど、母子球から小子球の前はいらないそうです、メーカーさん曰く。まあ、それは研究結果に基づいていらないらしいです。ただ、そのプレー中、つま先にこう力かける人も、高木さんみたいにいらっしゃるので、そういう人は、まあ、うちのじゃちょっとできないですけど。いや、でもね、これ、バッティングの時は本当にいいと思う。それと、あの、長距離走る時、ホームまでとか。この剣の形状でゴルフやるとゴルフもいいと思う、打つことに関しては。あの選手、あの国内帰ってくるとゴルフに絶対行くそうなんですけど、ビモロのこのシューズでこの感じでゴルフシューズ作ってくれないかって言ってるモデルがあります。ちょっと今ないんですけど。ないのかな。まあ取り寄せでしたね。俺買おうかな。いやマジで、お前足何センチ？6.5です。いやちょっとこいつ臭いんですよ。いいんですか、売り物なんだろう。全然全然、履いてください、履いてください。すごいな。6.5。いや、お前、履いて歩いてみ、全然違うから。おー、わかるでしょ。全然違うでしょ。これはすごいわ。これいいです。これ354円。いや、身分に置こう。カラーは27,000円で。これ今、プロで履いてる人いる？内川選手とか。内川か、説得力ないな。いや走る、走る、打つことで打撃じゃないですか、打撃のやっぱり。これ一回お試しあれ。いや、これはすごい。